癒しの音みたいなのあるじゃないですか、それぞれ、多分それぞれあると思うんですよ、人間ね、うんうん、僕この時期やっぱりいいのはココアとか、うん、コーヒーとか、うん、そのコップに入れて、うん、温めた状態の、うん、スプーンこう混ぜた時に、うん、普通で冷たい状態だとなんか高い音なんですよ、キンキンキンって音する、スプーンが当たる音が、はいはいはい、それがちょっとこもった音なんです、こもった音、コロ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 みたいな音をするんです、それが好きです、私。私、それ好きです。満を持して。いやー、久々に今日聞いてね、その音ね。みんなにも伝えたいなと。みんな、そういうの思ってるのかなっていうのね。ちょっと俺、はい、あんまりそういうのを、はい、飲まないのさ。コーヒーとか、ね。コーヒー系を。でもココア好きじゃないですか。違いましたっけ？いや、だからそれがね、3ヶ月ぐらい前から好きになったんで。すげえ。デビューできるかもしれないってことか。すごい最近ココア好きになったんです。37歳にして。すいません。ココアを好きいや、美味しい。あったかい飲み物美味しいなってこう、ようやく思うようになった。最近あれですよね。スタバとか通うようになったんですよ、ね。あ、そう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 。ね。今まで。それがだから3ヶ月ぐらい前。ホワイトモカグランデ、はい、あら無脂肪でお願いしますって、ちょっと太るのを気にされてるということなんですね。ありがとうございます、はい、すいません。それでは黒板読ませていただきます。はい。丸々と未確認、昨日発表されたスクールオブロックが誇る10大アーティスト限定の音楽フェス、未確認フェスティバルの選抜アーティストと、今音楽シーンで注目のね、はい、ニューアーティストが共演する対バンシリーズをスタートさせることにした、その第一弾となるのが、スクールオブロックプレゼンツ、ベンサムと未確認。届け届け。はい、第1回目のメインアーティストは、スクールオブロックも大注目の4ピースバンド、ベンサム。昨日ね10時台、はい、4人揃って来ていただいて、はい、楽しい1時間だったね。うん、そうでしたね。まあ、ベンサム先生、まあ、メジャーデビュー前にしてロックインジャパンフェスとかにも出演されていて活躍、スクールオブロックの生徒のみんなからね、うん、おすすめのアーティストを教えてもらう、おすすめディスクという授業でも紹介してもらって、はい、そこで出会ってようやく昨日出会うことできたと、うん、みんなのおかげよ。そして未確認フェスティバルからは応募総数3364組の頂点に立った2組の大注目バンドが参戦。1組目、今年の準グランプリ、京都の渋谷系スリーピースバンド、ザ・ランプオブシュガー。この曲聴いたらやっぱ2016年の夏、はい、ファイナルのステージ、うん、名古屋のステージ思い出し、はい、昨日聴かせてもらったのリメンバー様って曲も素敵だった。俺あれ新曲って言っちゃったんだけど、はいはい、実はファイナルでもやってくれてて。あ、そうなんですか。そうそうそう、はい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 、これがこれでもめっちゃかっこよくて、思わずそう言ってごめんね、ランプオブシュガーの3人。そんだけ新鮮に感じられるってことですね、毎回ね。楽しみに待っているよ。そしてもう一組、2016年のグランプリバンド、ヤジコガール。爪がない見てみても僕らには届かない、想いを叫んでみてよ、意味がない。まあこのスクールオブロック聞いてくれていて、未確認フェスティバルを知ってるやつだったら、このメロディーが流れたら、うん、ああもうヤジコだって多分なっているだろうし、口ずさんでるだろう今な。今初めて聞いたっていう人もいるかもしれないけど、このイエローって曲なんだけども、はい、うん、あ、すげえ一気に入ってくんだ、頭の中に体の中にっていうメロディーを持ってんのがやっぱヤジコガールだと俺は思っております。はい、なんでったってしかもグランプリバンドだからね。そうだよ、3364分の1、スクールオブロックプレゼンツ、ベンサムと未確認。日時は11月13日日曜日、東京渋谷ツタヤオーウエスト、夕方5時オープンの5時半スタート。チケット代は1969円、いわゆるイクロックアンドベッドドリンクごくごく大ですよ。チケットは明日の水曜日ね、明日水曜日の23時59分まで、あと1時間と2時間切っている。急げ。スクールオブロックで特別ウェブ先行予約を受付中。スクールオブロックのウェブサイトアドレスは www.tfm.co.jp/ロック、 www.tfm.co.jp/ロック。ロックのスペルは LOCK。ちなみに当日の MC として私芦田教頭と未確認ガールアリス向井出がステージに立ちます。俺はね、その頃秋の風物詩、週末は全国の大学とかにわちゃわちゃぼやっとしてるな情報がはっきりしてくれよ。この日も多分どっか行ってんじゃないかな。もちゃもちゃしている女子大だとすごい嬉しくなっちゃったりとかするね。なんだ話だよ。キャーキャーってなるんだ。
あ、逆に。ちょっとゆっくり来たよ、生徒がいつもより。いつも通り授業始めるから安心してくれ。東京家政大学のみんなどうもありがとう。昨日も言ったけど。具体的なとこ。さあ、生徒が集まってきました。スクローブロック今夜も開講です。起立！当たって！礼！叫べ！まあ、昨日あのゲストに来てくれたことでベンサム先生をよりね、はい、うん、あの俺もそうだし昨日聞いてくれたみんなも深く知ることが できたよね多分ね。なんか距離も縮まったのもあるし、うん、あ、こういう人があの音を鳴らしてるんだって分かるとよりね好きになったりしますもんね。曲もだからかっこいいのはもちろんだし、うん、やっぱドラムの高橋先生はちょっとやばい人なんだなっていうのもちょっとね、うん、あの性のアピールが強かったですからねゴリゴリ来るなとか思ったら、ね、大丈夫かこの人って感じでしたけども、うん、須田先生、辻先生のあのなんかあのヤバい雰囲気ツートップだ基本ヤバいのかな、ベンサム先生はライブだともっとヤバいでしょうからね。ただそのだね、そのライブがどんなものかっていうのを確認することができんのが、改めてスクールオブロックプレゼンツベンサムと未確認、日時は11月13日の日曜日、東京渋谷スタヤオーウェスト、夕方5時オープンの5時半スタート。チケット代は1969円、イクロック&ベッドドリンクごくごく大です。チケットは明日の水曜日23時59分まで。スクールオブロックで特別ウェブ先行予約受付中。お前と会場で会えるの楽しみに待ってるぞ。ベンサムトゥナイト以上。スクールオブロックブルボンがお送りします。東京ヘムから全国38局をネットしてお送り中、スクールブロック。明日は久々だね、フランプール警備員がゲストで登場。校長の富山です。ロックのスペルは LOCK。 今週木曜日は旧祖猫神先生が生放送教室に登場。京都の須田です。そして本日のスクールブロックにはモノアイズ細見武先生が初登場。初めましてなんだよね俺。そうですよね、富山校長この学校にまあ校長になって6年以上経ってますけど、うん、意外ですね。そうなんですね。今まであのアジアンカンフージェネレーション先生のアジカンロックスに細見先生来ていただいたことはあったんだけれども、うん、ここ生放送教室に登場するのはもう初めて。はい、ああ、ちなみにですけど、うん、あの僕はお会いしたことあります、ね、出た京都のパイプ。パイプっていうパイプ使い久々に聞いた。パイプ自ら言う。いや、もう逆に言ってったろうと思ってね。そういうとこだよ。なんてこと言うんだよダメ出しをするんじゃないよ知り合いですよっていうお伝えしただけです、ね、ずっと指摘してるんだからいやいや、直さないとダメなのかなこれダメだ。細見先生、エルレガーデン、ハイエタス、はい、キャリアをこう積んでこられた細見先生なんだけども、今新たに鳴らしている音、それがモノアイズ。はい、ハイエタスもう7月にアルバムをリリースしましたし、うん、つい先日まで全国ツアーもねやってましたよね、うん、だから2つのバンドを同時に進行中なんですね。で、今夜はモノアイズの細見武先生として生放送教室にやってきてくれます。はい、モノアイズ、モノアイズ先生は2015年に初の音源となるマイインスタントソング EP、はい、ファーストアルバムミラージュインザサンをリリースされていて、そして明日10月26日水曜日にセカンド EP ゲットアップ EP をリリースになります。はい、このモノアイズとまあハイエイタスをね同時にこう進行して活動されているわけです。その辺とかもどうしてんだろうねどういう分け方をしてるのかね。今夜はモノアイズの細見武先生を迎えてこちらの授業をお届けする、ゲットアップしたい逆伝。ゲットアップ、つまり起き上がりたい、立ち上がりたい。でもね、まあ、そんな今こうつまずいてしまっている生徒の前からの書き込みを今日は待ってる。まあ、そりゃね転ぶ時もまああるし、うん、今倒れてる最中のやつもいるだろうし、はい、起き上がんなきゃいけないのは分かってんだけども、いやまだちょっとしんどいわっていう時もまあ当然あるしね、うん、みんなそうよ。でも今日はまあそっからさ足に力入れて踏ん張ってなんとか立ち上がりたいと思っている、そんなゲットアップの途中にいる生徒のお前からの書き込み待ってる。例えばですよ、部活で一生懸命練習したのに結果が出なかった、でもこのままじゃいられない、このまま終わっていいのか、好きだった子にコテンパンに振られた、もう無理、床ともうほぼ同化している、でもなんとか立ち上がりたい、何度だって言っていいだろこれ。そんな生徒からの書き込み待っております。
そしてゲットアップ EP をフラゲした生徒からの感想を書き込みももちろん待っている。学校掲示板、メール、すべてはスクールオブロックのウェブサイトから。アドレスは www.tfm.co.jp/ロック、 www.tfm.co.jp/ロック。ロックのスペルは LOCK。 ファックスは東京03-3221-1800、東京03-3221-1800。今まさに受験勉強真っ只中で、今日もねこのスクローブロック聞きながら勉強頑張ってるやつもたくさんいると思うけれども、頑張った。まあね、例えば模試だったりとかその辺とかで全然いい結果が出なくて、うん、もう完全に今倒れてしょうがない状態さってやつ、そんなお前にもやっぱ立ち上がってほしいし、うんうん、結構前にもう倒れて、はい、倒れたままで、うん、実はなんかあれこっちの方が楽なんじゃねって言って、ずっと横になりっぱなしのやつとかも多分、あ、気持ち上がりますけどね、わかる、めっちゃ上がる。そう床も冷たくて気持ちよかったりとかするし、でもそんなお前にこそね、うん、今日の放送を改めて聞いてほしいし、お前の話を聞きたいんで、改めて2時間よろしく。モノアイズマイインスタントソング以上。スクールオブロック、スクールオブロック東京ヘムから全国38局をネットして送り中、スクールオブロック、校長の富山です。ロックのスペルは LOCK、 京都の安田です。さあ、そしてここ生放送教室にはモノアイズ細見武先生。こんばんは、細見武です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、まず初めましてということで。初めまして。校長の富山と申します。よろしくお願いします。細見と申します。いや、それは挨拶大事だから、それはね。いや、それいいと思います。はい。はい、ね、よろしくお願いします。京都の安田でございます。よろしくお願いします。なんかね、俺胸とか喋ってるって昨日ぐらいに気づいた。あ、でね、番組たまに車とかで、はいはいはい、はい、聞かせていただいたことはあったんですけど、はい、そうそう、喋ってるのが胸とだった。そうなの、知らなかった。ちょっと待ってください、はい、胸とって呼ばれてるんですか。そうですね。あれ、だいぶ距離が近いですね。ちょっと設定崩壊気味ですけどね。いや、上司だからね。え、どれぐらいなんですか、その。どれぐらい前でしたっけ。どれぐらいかな、年単位ではあるよね。そうですね、2年前。必ずどこかで定期的になんかフェスでお会いしたりとか、はい、飲みの席でお会いしたりとか、うん、みたいな、なんかそう食事のところで会うみたいなことはありますね。細見先生、ちなみに僕の下の名前大輔って言うんで、全然大輔って。あ、オッケー。じゃあよろしく大輔。やったじゃない。やったじゃない。なんだよ。縮まった位置。小さいな器が。なんなら抜いた俺。抜いてはないだろ。スクロー以前のアジカンロックスに細見先生、はい、来ていただきまして、はい、でもここ生放送教室はもちろん初めてという、うん、初めてですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いただいて、はい、とんでもないです、こちらこそ。ありがとうございます。あのスクローブロッカーのラジオの中の学校、はい、ということで、はい、聞いてるみんなほとんどがまあ10代の生徒のみんななんですけれども、はい、細見先生ってその10代の頃は、はい、どんな生活されてたんですか。10代の頃は、はい、10代もほら、はい、16、7と8、9でまた全然違う、うん、確かに高2、高3とか高校卒業した、うん、だけどすごい物分かりの悪い子供だったのは間違いないですね。それ学校でですか。学校でもそうだし、家でもそうだし、家庭でも、うん、自覚はあったんですか。ありましたね。でもなんか、はい、そのややこしさを捨てきれないかった感じですね、うん、なんかね、はい、中学高校の時は、はい、その女子と口を聞いてる男はダセーみたいな、はい、どういう美学だったんですか。それはなんかわかんないけど、やきもちでしょ。いやいや、こう、はい、チャラチャラしてる感じがすごい嫌 で、 あ、うん、でいつもなんか友達もそんなにいなかったけど男としかいなかった感じですね、はい、へえ、はい、どういうこの悩みとかってありました、10代の時って。悩みは、はい、すごいざっくり言うと、うん、うん、となんで自分がやりたいことをやっちゃいけないんだろうっていうのはあったよね。誰に迷惑かけてるわけでもね。はあ、まあやったことによって例えばやんや言われることもあるわけじゃない。あとやろうと思ったことに対して、うん、そのそういうのは、うん、なんて言うんだろう。例えば俺バイクがすごい好きだったから、はいはいはい、その結局そのロードレースにチャレンジするために高校を途中で辞めるんだけど、はい、でもバイクの免許を取ることもすごい反対されたし、あとは、はい、まあ今考えたら当たり前なんだけど、うん、そのバイク禁止の高校にバイクで行ってたから俺そもそもの話ですね。それは怒られるでしょ。ただただそれ定額になっちゃうんだけど
でも法律上でね免許証取れるのに、そう16から、そう、まあ、ね、高速でダメっていうのは、まあ、学校に乗ってくるんだとかは分かるけど、うん、まあ、免許取ることもバイク乗ることも禁止みたいなのが結構いまいち腑に落ちなかったのは あるけどね、うん、そういうじゃあなんかフラストレーションとかを音楽とかにぶつけてたとかって感じなんですか、うん、そうですね、まあ、いろんなところにぶつけてはいましたけど、はい、あの、まあ、今考えると、はい、そう高速分かっててその学校行ったんでしょっていうのはもちろんあるから、はい、全然納得いくんだけど、はい、当時はあんま納得いかなかったですね、はい、へえ、なんかねいろいろやられてそうな感じ、ね、含めましたね、いろんなこと含めましたね、今校長これ以上踏み込むと何かが起きるかもしれないと俺は思ったんです。さっと俺はフェイダーウェイでしますけど、みんな感じろ感じてくれみんな。で細見先生、はい、モノアイズ、はい、として去年からでこれはよろしいですか。そうですね、活動されてるじゃないですか、はい、でもちろんハイエイタスの活動も今されていて、はい、その中で細見先生のソロの曲を作るというところからまず始まってらっしゃるんですよね、うん、このモノアイズは。そうですね、ハイタスが5年か6年ぐらい経って、はい、武道館公演がまあ大成功して、はい、うん、した時に、はい、その次のハイタスのアルバムを作ろうね、はい、来年っていう話に最初メンバーでなったんだけど、うん、はい、ちょっと一回俺他のとこで、はい、そのいろんな意味でガス抜きをしてから、うん、もう一回ハイタスのアルバムに向かった方が、はい、ハイタスの新しいアルバム、まあ、今年出たアルバムがそのアルバムになるんだけど、はい、がもっとよくできそうだなと思ってたので、うん、はい、1枚ソロ作っていいってメンバーに聞いたら、はい、いいよいいよって、うん、あの俺たちも聞いてみたいからって言ってくれたんで、はい、作り始めて、はい、で最初はだからバンドに、はい、バンドサウンドになるのか、それとも打ち込みがメインになったりとか、うん、もしかしたらアコギの弾き語りなのか、はい、わかんないまま曲を書き始めて、はい、で2ヶ月ぐらい曲書いてたら、これはあのどう聴いて もう バンドでしか演奏できないタイプの曲だなって思ったんで、はいはいはい、レコーディングに参加してくれないってメンバーを声をかけていって、戸高先生とか一瀬先生とかスコット・マーフィーさんとか、そうそうそう、はい、でスタジオ入ったら、はい、もうなんかいつもかバンドになってたっていう、いやそんな感じで始まることあるんですね。そんな感じでした本当に。他のメンバーさんもやっぱその始まったらあこれもうバンドだなってことになったってことですか。なんかもう1日目からそんな話をしてた気がするな。皆さんからしたらだってそんな準備もしかしたらなかったかもしれないわけじゃないですか。なくて、はい、スコットは、はい、あのベースのねスコット・マーフィーは、はいはい、シカゴに当時住んでて、はい、でまあほらスコリバーで日本に来たりとか、はい、まあ、自分の仕事で来てたりもしてたから、はい、その来るたびに昔から友達だからさ、はい、あの飲みに行ってて、はい、である日スコット俺ソロ1枚作るからさ、はい、ベース弾いてくんないって言って、はい、いいよいいよってソロのアルバムでベースを弾くっていうつもりだったのに、いつまでかバンドになりツアーが決まったから、はい、向こうのアパート引き払って、はい、あら日本に引っ越してきたの。すごっ。引っ越し代どうしてんすか。引っ越し代は分かんないけど、自分持ちっすか。自分持ち、ちょっとは出しましょうよ。ちょっとはちょっとは出したよ、それもちろん。出したんすか、本当。もちろんだけど、あのそのシカゴの部屋に自分のお気に入りの家具をやっと揃えて、はい、配置が終わってきた、はい、やっと俺の長年の部屋が完成した瞬間にその家具全部売って、はい、車も売って来てくる。今か東京在住です。でもそれだけなんかそれ参加したいという思いが終わりだったんですね。まあそれもあるし、去年回ったモノアイズのツアーはもうずーっと待ってたから、一年中ほとんど一緒にいたんで、うん、はい、うん、向こうに部屋を持ってって無駄っていう感じでしたかね、はい、で、うん、そんな中ですね、明日の10月26日水曜日にモノアイズ先生がセカンド EP ゲットアップ EP リリースになります、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。やっぱゲットアップってその起き上がろうぜとか、はい、立ち上がれっていう言葉じゃないですか、うん、タイトル聞いてすごいこう強い曲なのかなってまず連想してたんですけれども、うんうん、でも聞かせてもらったらめちゃめちゃ優しい曲だなと思って、うん、ありがとう。やっぱ倒れてる時って、うん、起き上がる気持ちあるけど、うん、体力ゼロだから倒れてるわけで、うん、一気にガンとはやっぱいけないなと思って、うん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 、でもなんかこの曲はもうとりあえずゆっくりでもいいし、うん、ちょっと上半身起こすところぐらいから、うん、まず始めてもいいんじゃないって言ってくれてる気が僕はして、はい、はい、素敵な曲だなって。ありがとうございます、はい、僕も聞いててなんかその、うん、なんだ朝がきつなんていうのかな、来てほしくないみたいな日々が続いてるけど、ある瞬間からなんかあ
今日はちょっといけるかもみたいな、うん、徐々に回復していくような感覚ってなんかあるじゃないですか。自分がずっと落ち込んでるけど、なんかこう、もう捨てられねえなっていうことがだんだん、うんうん、あ、体が理解していくみたいな、その、なんかスピード感というか、うん、すごい激しくお前起きろよって言われてるんじゃなくて、うん、本当に徐々に自分で回復していくような感覚の曲だなと思って、すごい素敵でした。ありがとうございます。すごいちゃんと聴いてもらえて嬉しいです。うん、はい、どういう、あの、思いで今回このゲットアップって曲は？もうちょっと、はい、実は、はい、あの自分はそんなに弱い人間じゃないと思ってるので、はい、なんだろう、ゲットアップも別にその傷を負ったままでもいいから立てよっていう、それが治るまで寝てんじゃねえよっていう気分もすごくあって、あ、そのだってそんなもんでしょ、うん、そこで何やってたって、はい、その万全の状態が続くなんてことはないし、うん、傷つくことは次から次へとやってくるじゃん。でも友達がいて、例えば飲み行ったりとかして笑えるのは、そんな辛いことがあっても大事にするべき時間だと俺は思うので、うん、はい、だから、まあ、すごい辛いことがあった、嫌なことがあったかもしんないけど、まあ出てこいよってとりあえず、うん、でその立ち上がるっていうのはもう全部綺麗に治るまで寝っ転がってから立ち上がるって、そういうもんじゃなくねっていう気持ちはありますね、うん、まあ、立てんだったら立てばよくないかっていう、で血は流れててもいいし、うん、痛いまんまでもいいけど、それでもこう前には進めるじゃんって、はい、そんな感じですかね。明日発売、モノアイズゲットアップ。さあ今夜はモノアイズの細見たけし先生を迎えてこちらの授業をお届け、ゲットアップしたい逆伝。ゲットアップ、つまり起き上がりたい、立ち上がりたい、でも今つまずいてしまってる、そんな生徒に話聞いていこうと思ってるんですけれども、はい、神奈川県17歳女の子、ラジオネームマナッチャ、マナッチャ、私は水泳をやっていて一度大会で失格をしてしまいました、うん、その失敗から大会で泳ぐとなると気持ちがすくんでしまい、自分の力を思う存分発揮できなくなってしまいました。今高2で引退まであと1年もないので、この状況を打開したいですと。もし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 。校長の富山です。京都の足田です。そして、ごめんなさい。落ちちゃいました。細見です。どうも。名前教えてくれ。すいません。神奈川県17歳のマナチャです。マナチャ、ね、マナチャ。マナチャ、ゲットアップ買っている？はい。どうだった？うん。めっちゃかっこよかったです。あ、マジですか。ありがとうございます。はい、さらに今17歳ってことは高校何年？2です。あ、来た。中二高にはフリーダム。はい、ありがとうございます。はい、すみません、すみません、すみませんね。中二高二が一番自由な時間じゃないかということで毎回フリーダムと。大丈夫大丈夫。説明も、はい、もうちょっと詳しく説明したかったんですけど。でもいらない。あれおかしいな。マナちゃん。おかしいな。はい。書き込み読ませてもらったんだけど、はい、じゃあ水泳部入っていてどんな失敗をこれしてしまったわけ？大会で。失格をしてしまって。はあ。うん、記録が残らなくて、うん、大会のどういう失格を受けてしまったの？それはと、うん、ターンを失敗してしまいました、うんうん、で記録になんなかったってことしたら、はい、あー、で今もそれがトラウマになってしまってるってこと？はい、今はもちろんやってるわけでしょ、水泳部。はい、今はどんな感じな？練習中からも試合を意識して取り組もうってやってるんですが、うん、やっぱり試合になるとどうしてもうまく結果がついていかない状況です。これ細見先生はこういうことって今までありますか、人生の中で？いやもちろん失敗はいっぱいあるけど、こうマナちゃんみたいにずっと水泳をやってて本気で打ち込んでるアスリートの人の失敗に対してなんかこうアドバイスできるようなことは多分ないかなと思いますね。音楽をでもこうされていて、うん、例えばまあライブとかで気合バチバチで挑んだけれども、うん、全然そうはならなかったみたいな。あ、もうそれいっぱいあるし、うん、はい、なんか変な方にステージの上で、はい、暴発しちゃったこともあるし、はい、ギターを折ってステージ降りたこともあるからね。俺それはそこから、うん、もちろん次のライブとかもあるわけじゃないですか。ありますね。どういうふうにそのメンタルを持っていくんですか？いや、その頃はもう結構ぐちゃぐちゃだったんで、はい、どうにもうまくいかなかったですけど、うん、最近はあんまそういうのはなくなってきてて、はい、なんていうのかな、結局その失敗したこと
今ね大人になって振り返るとその失敗したことだけが自分を成長させてくれてたので、うん、なんかうまくいったことっていうのは俺結構それに甘えちゃってこう自分がどんどん弱くなることが多いから、うん、その失敗した時はこれを絶対いつかプラスに変えられたらいいなっては思うようになってて、うん、なんかそのまなちゃんね、はい、わかんねえんだけどそのまなちゃんがそのターンを失敗したことがそのまなちゃんの記録をぐんって伸ばすきっかけに多分なるように神様はそれを配置したような気がするのね俺は、はい、だからそれをプラスに変えられた時にいつかあの時ターン失敗して本当に良かったって思える日が来ると思うんだよ俺は、はい、だからその日が来るまで腐らずにやることが結構俺大事なのかなって思うんですけど、はい、すいませんなんかあの偉そうに。いや全然。どうだ今まなちゃん細見先生の話聞いて、うん、はい、うん、まだあともう本当数ヶ月で引退になるので、うん、腐らず頑張って続けていきます。うん、ありがとう。うん、ありがとうございます。難しいねこういうのね本当。でもやっぱ長くまなちゃんより何倍も長く生きてらっしゃる、うん、細見先生そういう経験も多分たくさんされてるはずで、うん、で思ってらっしゃるってことは、うん、多分そうだし俺も絶対そうだと思いますし、うん、それってまあ神様がね、うん、その、うん、どの神様か分かんないけど、うん、でも結構物事には理由があって起きるし、うん、その例えばよこれまなちゃんこう俺から言うこと今から俺が言うことは嬉しくないかもしれないけど、うん、もしそのターンを失敗したことが残り数ヶ月でプラスに消化できなくって悔しいまま終わったとしてもその経験はね必ず残りの人生でいつか自分を救ってくれることになると思う、うん、はい、まなちゃん、はい、もうちょい頑張ってみっかなあ。はい、頑張ります、うん、うん、ありがとう、はい、話聞かせてくれて、はい、ありがとうございました。細見先生、はい、11時台もはいよろしくお願いします。よろしくお願いします。